授業は私が担当しておりますローマ法の、まあ、一端をお見せしようという趣旨です。でローマ法というのは、現代の、まあ、法学部の、まあ、一番重要な科目であります民法の、まあ、原型を作った、原型になっている、まあ、古代ローマの法で、あります。で、まあ、その古代ローマ社会というのは、まあ、どう我々にしてみますと遠い、まあ、遥か昔の世界のように思うかもしれませんが、現代と、まあ、結構近いこう雰囲気というのを持ってたんですね。でそしてそこの中で、まあ、継続的な、まあ、営みがなくされる中で、まあ、少しずつ少しずつその、まあ、民法の原型ができていった、まあ、そんな話の一端をつかんでいただければと思っております。法というとなんかこう明確にどっかにこう決まりがしっかり存在して、でそれを当てはめていけばいいというイメージを皆さん持ってるかもしれません。しかし現実はそうではなくてですね、長い時間をかけながらその、まあ、我々にとって納得できる正しいルールって何だろうかというのは気づかれてきたし、これそしてこれからもですね、ずっとこう社会の発展に合わせて我々は、法を少しずつ少しずつより良くしていくという努力をしていかないといけません。で法学を学ぶというのはこういう努力 をみんなで一緒にこう参加していく、その輪に入ってもらうということだと思うんですね。まあ、皆さん、まあ、今回集まった方々は、まあ、これから、まあ、その大学に行こう、法学部に来ようという人だと思いますが、まあ、その法学の世界で我々が何をしようとしているか、まあ、つまり、どう法をより良くしていこうと、まあ、我々がこう目指しているか、まあ、そこがイメージが少しでも持つこと持ってもらえればよかったかなと思っています。皆さんが、まあ、法学部に入った場合に一番初めに法学入門という授業がありますが、まあ、そこも担当しておりますが、私のメインの、授業は、まあ、ここに書いておりますローマ法という分野になります。で中央大学法学部の法律学科の2年次に、置いている科目ということになります。で、まあ、かなりちょっと意外に思うんじゃないかと思うんですね。まあ、法学部に入ると日本の、まあ、法律をいろいろ勉強していくんじゃなかろうかなと、まあ、そういうところにちょっとマイナーなものがあったっていいかもしれないが、それが2年次に置かれているっていうのは一体どういうことなんだろう、なんということもまあ含めてですね、まあ、少しお話をしていければと思います。で、今日のまあ話、普段ですと90分の時間で話をしていくんでありますが、まあ、今日40分という限られた枠内でありますので、かなりポイントを押さえて見ていかないといけません。で今日の話、私の言いたい話は、まあ、この3点ぐらいかなと言います。で法学部で勉強していきます法学という学問は、まあ大体、まあ、異論もなくはないんですが、基本的には古代ローマに発祥した学問なんですね。まあ、皆さんも世界史の勉強をいろいろしていると思いますが、古代ギリシャに発祥した学問というのが、まあ、比較的多いです。まあ、例えば哲学、まあ、数学もそうですね。倫理学は哲学の一部分になりますが、で、ローマに発祥した学問と、まあ、言いますと、この法学とそれからですね、建築学という領域になります。で両方とも、まあ、非常にこう実践的な、まあ、側面というものが強く、まあ、出ている領域ということになります。で、まあ、このローマに発祥して以来、まあ、連綿と今までやってきているんでありますが、まあ、この長々と一体まあ何を増しているのか、まあ、ということでもあります。で、まあ、ここの資格のまあ3つ目でもあるんでありますが、まあ、我々法学というものを担当、まあ、授業する中で何をやっているかというとですね、我々の社会にとって何が正しい法なのかを考える、まあ、これがまあ法学部の授業の中心にあると言って、よろしいでしょう。でその何が正しい法かということが、まあ、残念ながら、まあ、これが正しいんですとドカンと示せるものがですね、残念ながらないんです。これがまあ絶対不変の正義ですみたいなものがあれば、まあ極端な話で法学部なんかなくてもいいかもしれません。ところがですね、我々これ、まあ、その絶対的に正しいというようなものはないんだけれども、やはり多くの人が正しいと納得できるルールというのをまあ探し求めていかないといけないんですね。これをしていく場がまあ法学部というところです。
で、これもまあなかなか気が長い話なんですが、法学部の4年間でそれが習得できるかというとそんなことはないわけでありまして、というのもまあ社会は変わっていきます。状況は刻々と変わります。それからまあ非常に複雑な社会です。で、法学部という枠内でその何が正しい法にどうやったらたどり着けるんだろうみたいなところを学んで、そして社会に出て、そして社会の中で、いろんな、社会の中で、自分のやれる範囲内でみんなで、法をより良くしていく、努力をしていきましょう、そういう人間を養成しましょうというのが、法学部であるわけです。で、それを考える上でなんですありますが、我々こう人類の歴史って、結構長いのかもしれませんが、文献を通して伝わっている時代ってそんなに多くないんですね。せいぜい2000年ぐらいであります。でこの2000年間ぐらい、我々どうすればいいかを考えてきているんですが、現代社会の原型というものはが、この古代ローマ世界にある程度存在したんですね。したがって古代ローマ世界の人々が考えたものというものが、ずっと連綿と、我々その昔の人が考えたものに我々の考えを付け加えながら、考えていくことができるんです。そんな話をちょっと一旦を紹介しようと思うわけです。で、今日こんな話の流れで見ていこうと思いますが、ローマ法の超入門という感じになります。で、民法という法典は、なんでローマ法やるのっていうところの話の走り でこのローマ法にどうアプローチしていくか、端的に言いまして、その難しい領域であるのは確かなんですね。それにできる限りこう生き生きと接していくためにですね、一つは文献を使って、いわゆるローマ法大全というものを使っていく。でもう一つは、考古学資料というものを用いて、それをこう合わせることでですね、分かりやすく話ができるようにというのを私は授業の中では試みております。さて、で話の出発点はですね、民法という法典から始めていこうと思います。皆さんも法学部に入りましたらこういう六法というものを買っていただきます。皆さんその高校の授業なんかで、例えば英語ですと英語の辞書を必ず必要でしょうし、辞書は持ち歩けと言われると思いますが、法学部に入りますとこの六法は常に持ち歩けと、私 もう基本的にですね、学生には、寝るときは枕元まで持っていけと、風呂に入るときには脱衣所まで持っていけと、さすがに風呂に入る中まで持っていけとは申しません。しかしですね、常に身近に置いておけと。で夜中にですね、ふっと気がついて、民法のあの条文どう規定してたかっていうときは常に起きて確認せよとですね、そういう指導をしております。で、この中にありますその民法というところが、ちょっと注目したいんでありますが、実際ものすごくたくさん法律ってあるんでありますが、その中でも特に重要なものの一つです。で特に重要な法律を、六法という言い方をしておりまして、具体的には何かというと、ここに書いている憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、この6つということになります。その一つになるんですね。で日本は、その江戸時代は、こういう欧米的なものとは全然関係なかったんでありますが、明治維新以降になりまして、法制度全体を欧米化するという中で、この6つの法典が整備されました。大体明治の初年から20年30年ぐらいの時間の中で一通り作り上げたんです。これはその、ちょっと早すぎんじゃないのというか、言えば早すぎるんでありますが、これを30年でやり遂げた我々の先人たちの努力というものは、大変な努力だった、大変な集中そして勤勉さというものを感じさせられます。この大学を作った人たちというものと、そこら辺の人は一致はいたします。さてで、そのあたりの話はともかくでありますが、この我々が今日話したい民法でありますが、どんな話なのかというと、この3つ目を見てほしいんですが、市民社会の縦関係を規律する方が憲法であり、横関係を規律する方が民法である。ちょっとこれが分かりやすい説明かなと思うんですが、我々ですね、現代の社会というのは自由で平等な人々が集まって社会を形成しているという考え方をします。一人一人が自由です。そしてお互いに自由という意味で平等です。そういう人々が作って、要するに国家を作るわけです。でこの国家をどう運営していくか、国家の制度がどうあるべきかというのを定めているのは憲法なんですね。でこれに対し、そこの一人一人がお互いの関係においてどう規律に服するかというのを定めているのが民法なんです。
で、この憲法と民法というもの、この2つがセットになって、その自由で平等な社会というものが維持されるということになるんです。まあ、言ってみればですね、この、このまあ2つ、まあ、憲法の方は皆さんも、公民なんかの授業で学ぶんでありますが、民法は今一つ勉強されてないのでイメージが分かりにくいんですが、この2つがあって初めてまずその我々のその、まあ、現代的な社会の根底が形成されるということになるんですね。この、まあ、市民社会を構築していくというものの動き、これが、まあ、要するに世界で動き始める、まあ、出発点というか、まあ、一つ大きな波になったのがフランス革命であります。フランス革命の時に要するに自由で平等な、まあ、人々、要するに身分制度を取っ払い、そして、お互いに対等である、そういう前提 で国家を作っていきましょう、社会を作っていきましょうという動きになります。で、それを実現させていくために、まあ、憲法を作り、そして同時に民法を作っていくということになるんですね。で、19世紀に入りまして、まあ、世界というか、まあ、ヨーロッパ各国で民法が作られていきます。まあ、簡単にいくつかの国だけを紹介いたしますが、フランスでは1804年、フランス革命ができた後、このナポレオンの元で作られておりますので、ナポレオン法典という言い方もいたします。で、ドイツでは、まあ、国家統一が遅れたということもありますが、まあ、100年遅れぐらいで1900年に作られております。で、日本はというと1898年ですので、まあ、ヨーロッパの動きの流れに、まあ、その遅れてはいない、その流れにギリギリくっついてきているというぐらいの時期に民法典ができております。で、この市民社会というものをキーワードに話をしているんでありますが、この、現代のこの市民社会というものが、まあ、要するに国家の基本に置かれるんでありますけども、この考え方というのは古代ギリシャローマ世界というものを模範とする精神態度、古代、まあ、ローマ世界に同じものがあったとは言いませんが、まあ、似たようなものがあり、それを模範とし現代によみがえらせるというところで近代化、近代市民社会というのが形成されてくることになるんですね。これはヨーロッパの人たちが、まあ、そういう考えのもとで古代世界を現代によみがえらせていく運動、まあ、ルネサンス運動というのもその文芸面におけるその運動になるんでありますが、こういう運動がまあその国家制度、法制度の中でも起きております。で、古代世界というのはどういうものであったかでありますが、まあ、理念としてやはり間違いなくでありますが、この自由で平等な市民たちによって国家が構成される、この考え方はまあありました。まあ、ただちょっと注意をするのは、この市民というのはあくまで市民であって市民じゃない、まあ、外人であるとかあるいは奴隷といった存在はおりますので、およそありとあらゆる人間が対等な立場で、社会を作っているという考え方ではありません。まあ、だからまあ奴隷制は容認されるわけですね。現代は要するに、ありとあらゆる人間は、まあ、要するに自由で平等である、まあ、これが出発点になっております。さて、で、まとめわけでありますが、限定された形ではあるんですが、その自由で平等な人々によって社会ができ、国家ができという考え方が、まあ、古代世界にあって、それを要するに もっと広く大きく展開するということで、まあ、その近代現代の、国家法制度というものの基本理念がまあできてくるんでありますが、古代社会というものもですね、まあ、数百年にわたって、継続的にこういう自由で平等な人々のによって構成される市民社会にふさわしい法とは何かを、まあ、継続的に求め続けたという事情があるんですね。まあ、世界史の教科書をもう一度読み返してほしいんですが、まあ、世界史の教科書って戦争とかですね、ある国の破壊、そして再構築、そしてまた破壊再構築、破壊再構築と、まるでですね、戦争と破壊の歴史みたいなものになってるって、平和な時代の叙述って非常に少ないんですよね。あれはちょっと私もたまに見たりして不満に思うんであります。皆さんが勉強していく法学というのはその戦争の学問ではなく、戦争がなく平和な状態をどうキープしていくかということの、まあ、勉強なんですね。で、この古代、まあ、地中海世界においてローマが何をしたかということなんですが、ちょっといきますけど、これは皆さんが使っているであろう、まあ、東京書籍の教科書から持ってきたコピーですが、ローマ帝国というのはこの地中海を囲む世界を支配しております。で、この地中海をくるっと囲む形に、支配領域を置いて、その状態を、まあ、何年と見るかは難しいんですが、まあ、200年以上はキープしたということになるわけですね。200年以上というと、
江戸幕府とまあほぼ相当するぐらいの時間です。ただ江戸幕府はまあこの島だけですからね、日本列島という島、そして比較的この島というのは他からの侵入が少ないというか、まあその気合い入れたら来れなくはないんでありますが、命がけで来ない限りはその海を乗り越えて来れない、そういう環境の中にあります。ところがこの地中海世界を見てほしいんでありますが、その地中海のその南側、この南側の方、ここアフリカでありますが、こっちからも人侵入してくるんです。それからこっちの方からも侵入してきます。それからこっちからも侵入してきます。で最終的にこっちから侵入してくる人々によって、まあ、ローマ帝国は破壊されていきます。で今日まででありますが、この地中海世界というのは人がどんどん入ってくるんですね。いろんな思想の人、いろんな民族の人がどんどん入ってきます。まあ、ちょうど今も私はこの3月末までドイツにいたんですが、ちょうどこのドイツの方、まあ、この辺りにですね、どんどん移民のが入ってくるんですね。何万人、何十万人という単位で入ってきます。陸続きであればまあ入ってくるわけです。で、まあ結局ローマもある時点で支えきれなくなりまして、この後国境が破れ、そして帝国全体が破壊されていくということになりますが、そこに至るまでの200年以上の間、曲がりなりにもこの地中海を囲む地域に安定と平和をもたらしたんですね。その経験が、まあ、ローマ法という中に入っているんですね。さて、でこのローマ法でありますけれども、この古代世界が崩壊した後もその学問的営みというか、この法というものだけが、まあ、いわば、その次の世界へと生き延びていきます。具体的にはこのユスティニアヌスという6世紀の東ローマの皇帝が、いわゆるローマ法大全というものを編纂いたしました。でその編纂したローマ法大全が、まあ、その後の、まあ、歴史の中でずっと読まれ続けていくということになります。で中でも注目したいのが、ここに出てきますそのローマ法大全の一つであります学説遺産なんですね。ディゲスタと呼ばれるものです。これはですね、紀元前1世紀から3世紀までの法学著作の抜粋で成り立っております。でこれが11世紀以降、まあ、大学法学部が、まあ、イタリアのボローニャにできまして、そこから、まあ現代につながる法学部伝統ができるんですが、まあ、ずっとその枠内で読まれ続けてきたということになり、そしてここの中身をまとめる形で先ほど言いました、まあ、民法というものが出来上がってくるんです。でちょっとご紹介しますが、まあ、ここにその学説遺産の写本の一つです。7世紀に作られた写本の一つです。まあ、私が今手元に持っておりますのが、まあ、この写本の、まあ、これ原本はフィレンツェにあるんですが、それを写真できれいに今撮りまして製本したものになります。まあ、あとご希望があればこの後お見せするのもお見せしても構わないのでありますが、意外にですね、一文字一文字きれいに書かれておりますので、そんなに難しくなく読めるという代物であります。でこれをまあどう読んでいくかということで、ずっと大学法学部でまあ勉強してきてるんでありますが、まあ、ちょっとそこを象徴するのがまあこれです。これ、ものとして見ますと1627年に作られた本なんでありますが、ここの真ん中と外側というのがこう連続している構造になっているのが分かると思います。これもここ置いておきますので、あとご希望があればどうぞ読んでいただければと思いますが、これもうちょっと拡大しますが、ここ真ん中のこの部分が、ローマ法大全特にの記述、学説遺産の記述になります。でこの周辺部分がその注釈で、その注釈への注釈がこの周辺にあるわけですね。もうちょっと拡大しましょう。ここに、そのユスティニアヌス帝が作りましたローマ法大全の学説遺産の記述があるんです。でこれの解説がここについてて、解説への解説が横にくっつくんですね。で、これ、17世紀に作られたものでありますが、11世紀から、まあ、ちょうどその17世紀に至るぐらいまでのこのローマ法大全の、まあ、これをこう解釈が、まあ、ここにぎゅーっと集大成されているんです。今回まあ1冊ずつしか持ってきてないんですが、ディゲスタというのはまあ大体これが2冊分になります。まあ、これまあなかなか厚みがあるんでありますが、でこれがですね4冊分
で、まあ、この2冊分の注釈があるんです。でこちら文字が結構大きくありますので、これギューッと圧縮して書いておりますので、分量的に言うと何十倍もまああるわけですね。で、まあ、こういう記述のところから見てほしいんでありますが、この古代世界に今作られたテキストをどう我々が理解していくかということに継続的な営みがなされてきているということになるわけです。さて、で、まあ、これをですね、読んでいくのが伝統的なそのローマ法の研究であり学問なんでありますが、まあ、我々にとってなかなかこれ、しんどいのも確かでありまして、ちょっとこれに別角度からの情報を入れて多角的に考えていこうということを私自身はやっております。で、まあ、具体的にはですね、まあ、あの遺跡を使っていこう、で遺跡を使うということで適したテーマは、まあ、居住関係ということになるんですが、まあ、それは私自身の研究でもあり、まあ、授業でも取り入れられております。でどの遺跡を使えば、まあ、いいのかということなんであります。で、まあ、ポンペやオスティアといったところが有名でありまして、まあ、今回はこのポンペというところに、まあ、注目をしようと思っております。でポンペというと、まあ、まあ聞いたこともあるかと思いますが、79年にベスビオ火山の噴火によって、まあ、没したんですね。で79年というのは、まあ、先ほど、ディゲスタというところで説明しましたが、ここ学説遺産は紀元前1世紀から5、3世紀までの著作の抜粋で成り立つといいますが、まあ、ちょうどこれが書かれている時代に、まあ、当たるということです。で、まあ、18世紀くらいから発掘が始まりまして、現在は 70% ぐらいが発掘されております。ちょっとここ写真を一つお見せいたしますが、ちょっとぐらい、これあの私の撮った写真なんであんまり、美しくないのは恐縮なんですが、これあの双子山になってますよね。こういうふうにこういうふうに双子山になってます。これベスビオ火山ってもともと富士山みたいなこう綺麗な清掃型の山だったそうなんですね。これを綺麗にこうつなげていった富士山みたいな形、ところが79年の噴火でこういう形になったわけです。でここの上はどうなったのっていうと、要するに全部吹き飛んでこの辺り一帯に撒き散らされているということになるわけです。まあ、この辺り一帯でどの辺りっていうのは、このな、ここのネアポリス、これがあの ナポリになります。先ほどの写真はちょうどこの辺りからこのベスビオ火山、ベスビウス火山を見たものになります。でこの辺り一帯にその、まあ、要するに火砕流がぶちまけられて山の形が変わるぐらいか、になってるんですが、ポンペイとかオプロンティス、ヘルクラネーム、こういった町が火砕流に飲まれて地中に没したわけです。まあ、ポンペイがとても有名なんでありますが、このヘルクラネームなんかもなかなか、まあ、見応えはありますが、まあ、今回ここでは紹介は残念ながらできません。あ、ちなみにあの YouTube に古代ローマの裁判という番組がありまして、私が、まあ、監修したものでありますが、まあ、それはこのヘルクラネームのある住居をまつわるお話を展開しております。今回はこのポンペイです。写真がこれなんです。まあ、こんな感じで残っております。でこの、大体1階部分 2,3 メーターぐらいが残ってるんですが、ポンペイの爆発の時って、火山灰が 2,3 メーターまず積もって、でその後火砕流がどーっと押し寄せてきたんで、初め火山灰が積もったところは残ってるんですね。まあ、建物の1階部分は残ったみたいな感じになります。で、このですね、このちょうどこの柱にですね、あるカシア広告が書いてあったんです。今はちょっと剥がれ落ちてなくなっておるんですが、まあ、こんなカシア広告というものがありました。でこれまあラテン語で書いてても読めませんので訳しますと、こんな感じでインスラアリアナポリアナ、インスラというのはその建物の区画のことになります。でグナイウス、アリウス、ニギリウス、マイウスの所有物で、来るべき7月1日より2階付き店舗、騎士階級にふさわしいケーナクルムとドムスを賃貸する。このケーナクルムとドムスが何者かはこの後説明します。で賃借人はグナイウス、アリウス、ニギリウス、マイウスの奴隷プリムスまで申し出ることと、まあ、こんな中身になっているわけです。でこの、まあ、あの広告文があったパンサの家が一体どうなっているかということですが、これ皆さんの配布物の裏の方に、まあ、あのこれからよく使ってきますので、入れております。適宜こちらと見比べながら見ていただきます。でこれあの平面図でありまして、残っている1階部分を再構成したものになります。でまあ、ちょっと解説しないと見えにくいんでありますが、まずはですね、この真ん中ら辺に話を注目していきます。まあ、ここの入り口ですね、この入り口から入ったらどうなるかです。でちょっとこれ、まあ、横にするのはあんまり意味がないんでありますが、
これ1階部分しか現状は残ってないんですけれども、その考古学者による分析によって2階がどうなっているかというのは再構成されております。これフェリックス・ピルソンというドイツの学者の業績で、これもその方が作ったものです。で、2階がまあこんな感じにくっついていたであろうということです。これまたちょっと後からまあ見ていきます。で、まずなんでありますが、この真ん中部分ですね、ここ穴ほげてますよね、2つ。これが一体何なのかということを見ていきますと、これ典型的なローマの富裕層の都市の中の住宅になります。ここの入り口から入りまして、まずここ、アトリウムと呼ばれる空間があり、奥にペリスタイルと呼ばれる空間があります。で、この2つの空間の周辺に細かい部屋が設けられるんですね。これが、ローマの典型的な富裕層の家になるんです。これをドムスと言っておりまして、ドムス型住居という言い方をします。で、これがですね、この今我々が見ております、この、パンサの家と通称言ってますが、この中心にあるんです。これがアトリウム、そしてここがペリスタイルなんですね。で、当然でありますけど、この時代電灯がないわけですね。電灯がないから家の中を明るくするためにはどうすればいいかというと、外光を外から取り入れなければいけません。で、日本の、昔の家というのも同じなんですが、日本の場合にはですね、結構街中といってもスカスカに建てられておりますから、庭から光を入れられるんですけれども、ローマのこう、都市というのは過密している中に住まなきゃいけません。だから、お隣との間は、ぴったりくっついてるんですね。だから隣との間から光が入りませんから、家の真ん中に穴をボカンと開けておくんです。こういうふうに。で、この開けているこの穴から光が入ってくる、そういう構造になっているわけです。で、このパンサの家というのを見ていきたいんですが、これ玄関です。入り口から入ったところになるわけです。で、これまっすぐ歩いていきますと、こんなふうになりまして、ちょっとしたこう水がたまる空間があるんですね。窓が上に開いていれば何が起きるかというと、簡単な話は簡単で、雨降り込んでくるわけです。雨降り込んできますから、その降り込んだ雨がここにたまるようになっているわけです。で、雨が降り込むんですけど、ここにきれいに入らないわけで、多少水が周辺部にバチャバチャと、飛ぶということは当然起こりうるんですね。それはしょうがないということなんでありましょうが、家の下というのは基本的にタイル張りであり、あるいはモザイク張りになります。ちなみにイタリアの特にこのナポリだとか、このポンペイ周辺に行けば、今でもホテルの下ってタイル張りなんですよね。で、日本人にしてみると、家に帰って床面がタイル張りというのはちょっと違和感あるんでありますが、こういう文化といえば文化なんでしょうね。で、この奥、これがペリスタイルと呼ばれるところで、ごめんなさい、ちょっとヘッドぶっ誤作動しちゃった。こういうふうに中楼を、柱をつけて、その周辺にちっちゃなこう庭を作り、その周辺に、部屋が建てられるということになるわけです。で、こうして見ていただくと、なんとなくイメージができると思いますが、ここですね、要するにここに入りまして、そしてアトリウムがあり、奥にペリスタイルがある。で、その周りに小さな小部屋が作られるわけです。これが典型的なドームスで、なかなか立派な住居ということになるわけです。で、ここのこの集合住宅というか、この区画に注目している理由なんでありますが、このドームスだけじゃなくて、この区画の中には賃貸物件がいくつかくっついているということです。で、まず注目したいのはここです。この辺り、この辺りを注目しようと思います。ちょっとここだけ切り取った図がこれなんですけども、こっち右側と左側がそれぞれ別の賃貸物件でありますけども、ここになんか面白そうなものがついてるわけですね。で、これ何なのかというと、ここ見てほしいんですが、この奥にあるのが、窯ですね。我々の日本語でいうとピザ窯というとピタッとはまるんでありますが、ピザの発祥はナポリです。マルゲリータというのが一番古いピザで、こういう窯で焼いてるんですね。で、ピザを焼く窯として、日本にも少し入ってきたりしておりますが、当時古代世界で作ってたパンの窯が生きてるわけです。で、この手前にもあるもの、これ何かというと、これ臼なんですね。ここの棒のところに横水平に棒を入れて、で、馬とかロバとかにこれをくる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 回らせるんです。そうすると、小麦がすれるということになるんですね。で、この
物件なんですが、まあ、ここに今見てたんですけど、ここで要するに小麦を持ち込んで薄でひいてパンをこねて焼いて、そして焼いたパンを多分この辺りで売ってた、そういう物件になるわけです。で、まあ、要するにここパン屋さんがこの建物のこの一部分を借りて、そしてパン屋を営み、そして、お金を稼いで賃料を払っていく、まあ、そういう生活をしてた人がいるということになります。でちょっと駆け足で申し訳ないんですが、次の物件を見てみようと思います。ここで言うとこの8番の入り口ですね。この8番の入り口からずずずっと上がっていったここがどうなってるかということです。で入り口の写真でありますがこんな感じですね。残念ながらまあこう階段とか壊れちゃってないんでありますが、ここから2階に上がっていくことができるわけです。で今度ちょっと角度変わってますけど、こっちから上がっていったところにあるのがまあこの物件になるわけです。で、まあ、1,2,3,4,5、まあ、玄関間を入れないで5部屋ということです。まあ、大体大きさ的に言うと、まあ、今のマンションぐらいの大きさになるわけですね。でここに住んでる人一体、まあ、何を生業にしてるんでしょう。ちょっとこういう、ま、間取りから考えてほしいんでありますが、さっきのこのパン屋さんの物件って、まあ、ここは明らかにパン屋を営むための空間ですが、ちょっとこのもう少し戻すと、皆さんにも配布している2階部分、ここがパン屋さんの、ごめんなさい、ちょっとこれが言うこと聞いてくれない。ここパン屋さんの物件の上に2階があるわけですね。でパン屋さんは多分ここで寝泊まりするわけです。で1階部分はパン屋として使い、2階部分は住居として使うわけです。でところが今我々が見ている、この物件、要するに商売をするための空間はないわけですね。ここに住んでる人は、まあ、要は我々のイメージでいうサラリーマンに近い人、要するによそに働いてきて、そして夜ここに帰って寝る生活をする、まあ、そういう人々になるわけです。さっき見たそのドムス型住居みたいなものに比べるとつつましいでありますが、まあ、結構我々の、私自身もそうでありますが、要するに給料を稼ぎ、そして生活をしていく、そういう生活形態を取っている人と近い状態があるということになるわけです。さてで、まあ、こういう住居を踏まえた上で、これから今度は学説遺産ですね、まあ、先ほど見ましたこの文字資料の方に話を移していこうと思います。で、まあ、その中の1箇所、19巻の、まあ、全部で50巻ありますが、その中の19巻の2章を取り上げます。で、その中の、まあ、賃貸借が、まあ、取り上げられているんでありますが、アルフェヌスというそのアウグストゥスと同時代人の法学書の文章を紹介しようと思います。ちょっともうこれ電気つけましょう。さて、ちょっと読みますと、集合住宅ってさっき見た区画全部ですね、あの区画全部が、まあ、インスラと呼ばれるものですが、集合住宅を30金で持って、まあ、金貨30枚でもって賃借したものが、その中の個々の住居物件を全員から40金を徴収する形でもって賃貸した。集合住宅の所有者は建物に欠陥があると主張し、これを取り壊した。集合住宅を賃借したものが賃借人訴訟で訴える場合、総額をいくらに算定しなければならないかについて質問がなされたと。でこれ、まあこういうふうに言うとですね、なかなかパッと事実関係がわからないわけでありまして、ちょっと図解します。A さん、まあ、これ要するに建物の所有者です。皆さんに配布しているこのパンサの家をまあイメージしてほしいんでありますが、あれを全部持っている人、まあ、多分なんでありますが、あの真ん中のドームスっていうところに住んでいる人になるわけですけど、この人が一括して B さんにこの建物を貸します。でこの時金貨40枚を1年間で払えと、 B さんは金貨40枚を A さんに1年後払う。で B さんはどうするかというと、まあ、ここ、まあ、あそこにはですね、10個近い賃貸物件が実はくっついてるんですが、まあ、話単純化するため3つにしましょう。この中にある物件を3人に貸します。まあ、例えばでありますが、あ、ごめんなさい、数字間違えてた。ここ30枚ですね。で、例えば C さんには1年間に、金貨20枚、D さんには、10枚、E さんとの間で10枚。わかります？要するに B は C からその物件を賃貸物件借りまして、1年後に金貨20枚を払う。で D さんは金貨10枚を払う、 E さんは金貨10枚を払う。そうしますと B さんの手元には金貨が40枚入るわけですね。で
A さんに支払うべきお金は30枚ですね。というと差し引き10枚。これが B さんの1年間の売り上げ、利益ということになるわけです。まあ、つまりこの B さんというのはこういう一括して借り上げて、まあ、これを点貸しすることを通じて利益というものを上げようということを意図しているわけです。で、1年間にこの10枚の収入があるということが想定されて活動しているんでありますが、ところがなんでありますが、まあ、要するに、ある年、まあ、何年でもいいんでありますが、紀元後110年の7月1日から、紀元後111年の7月1日のここまで、契約関係がある。ところが何でありますが、ちょうどこの半分6ヶ月経ったときに何が起きたかというと、集合住宅の所有者 A さんが、この建物には欠陥があると主張してここを取り壊しちゃったんですね。何事もなければこの期間が満了した時点で B さんは金貨10枚を手元に残すことができたんでありますけれども、ここで A さんが取り壊してしまった。取り壊したら何が起きるか、当然でありますが CDE は出ていくわけですね。 CDE が出ていくときにどうします？当然でありますが賃料は半分しか済んでないわけですから、まあ、半分しか払わないわけですね。 CDE からは半分しか賃料取れなくなります。そうしますと B さん元来は40枚入るはずだったのに、ここ金貨が20枚しか入りません。さてこの時ですよ、この時契約関係に基づいて B さんが A さんに30枚の賃料を払うということになればどうなります？大損でしょ。金貨マイナス10枚よろしいのか。そんなバカな話じゃない、お前が取り壊してるのに一体どうしてくれんだということになるわけです。でここで要するに B さんは A さんに一体何が要求できるかということが争われているわけです。でちょっと先を急ぎますので、あ、ごめんなさい飛ばした。でここに法学者がどう回答したかなんですが、もし建物に欠陥があり必要に迫られて取り壊されたのであれば、要するにこの建物自体に欠陥があってで壊さないと危険である、まあその要するに地震が起きたらダダダッと崩れてしまう、そんな恐ろしい建物だったとしたら、まあ、それは修理しないといけないわけですね。そういう場合であるならば土地の所有者がすでに賃貸した割合と居住者が居住できなくなった期間の割合に応じて計算がなされ、相応分について総額が算定されねばならない。これ言ってることがちょっと ややこしいんでありますが、簡単にまとめますと、半分しかこの A と B との間の契約がまあできてないわけでありますから、期間分に応じてこの金貨30枚を15に減らせと。15に減らせば B さんの手元にはまあ5枚残るわけですね。まあ、半分しか営業できなかった、この半分分についてはまあ結局取り返せなくなったんでありますが、それについてはまあ B さんも負えというのがここの結論で、これに対し取り壊す必要がなく、よりよくまあ立て直したいと土地の所有者が望んだためにこれをした、要するに取り壊す理由はないんだが立て直したらもっと金稼げるというんで、その時に立て直す必要性がないにもかかわらず、まあ、ただのAのわがままでこう取り壊したっていうんであればどうするかというと、この時にはこの金貨まあ10枚を得られることができなくなった分についてはきちんと損害賠償をしろということです。まあ、具体的に言えばなんでありますが、ここ B さんは金貨20枚しか取られなかったわけですね。でこの30枚はとりあえずこのままにしておいていいとするならば、ここにさらにプラス20をして残り10は残るようにしなさいということですね。でこの20分、これが要するに損害賠償として B が A に対して請求できるお金だということになるわけです。ちょっと駆け足ですみません、皆さんに配布物のところには書いておりますので、後で読んどいていただければと思います。でいきなりこれから、まあ、日本の規定にボンと行くんでありますが、この辺りの話がたまたま偶然ではなく、まあ、これ理論的に整理されて我々の民法に入ってきています。今ですね、
ここに、まあ、2冊ありましたディゲスタの話が、まあ、ベースになって民法ができてくるんでありますが、今民法ここに書いてるこれでざっと、100ページちょっとぐらいに圧縮されております。かなり内容的に圧縮してるんでありますが、まあ、そこは理論的な整理が行われておりますが、内容的には結構似通ってます。ちょっと読みますと、債務者がここでいう債務者っていうのは A さんです。その債務の本質に従った履行をしないときは債権者 B さんです。これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 A さんの債務の本質に従った履行というのは、この1年間にわたって B さんがこの建物を使って営業活動ができるようにしておくことなんですね。これをやらなかった場合は損害賠償をしろということです。で、これに対して536条の方、前2条はちょっと置いております、書いてませんので無視してください。当事者双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなった、取り壊さざるを得ない事情があって取り壊したというのはこれに当たるわけです。当事者双方の責めに A も B も悪くないが、債務の履行ができないということになった場合には、債務者は反対給付を受ける権利を有しない。つまりここからここまで経った後のここの部分については反対給付、つまり、A さんが、使わせてあげることの反対として B さんは A さんにお金を払わないといけないんでありますが、その権利が消滅する。つまり半分30枚だったんだけど、この初めの6ヶ月分についてはもちろん請求できるけど、残りの6ヶ月分についての請求はできないというんで、まあ、15に減額しろということになってるわけですね。で、ここの部分、要するに、今読みました学説遺産の話が、まあ、理論的にまとめられる形で現代の民法というものの条文になっている、まあ、その一例としてこういう話をいたしました。さて、話最後の方、最後にというところにやっとたどり着きましたが、というかもうたどり着いたかであります。で、このローマ法大全の中の特にディゲスタは法学部、11世紀以降ずっとまあ連綿とつながってきます法学部の中で、まあ、要するにテキストとして読まれ続けてきたものです。その冒頭部分に何が書かれているかということのまあ紹介でありますが、ここに書いている通りです。これから法についての仕事をしていこうと考えるものはユース、これがまあ法なんですが、という名称の由来を知っておかねばならない。ユースとはユスティティア、これまあ正義と通常訳されます。正義に由来する、すなわちこれは2世紀の法学者でありますが、ケルススが優雅にも提起しているように、ユースとは、良いことと公平であることに関する技術である。何が良いことなのか、何が公平にかなうのか、これを要するに学ぶこと、まあ、法学というものは、法学というのはすなわち何が良いことであり何が公平であるかということを学ぶ技術なんだ、でもそれを見つける技術なんだと、まあ、ケルススは言っているわけです。じゃあですね、じゃあですが、このユスティティアって何なのかってことなんですね。で、今日の授業の冒頭で話しましたが、その絶対不変の正義、正しい原理というものは残念ながら我々は見出してないと言いました。で、まあ、同じことも、まあ、このローマ法でも言ってるんですが、この正義、ユスティティアとは各人に各人の権利を配分しようとするコンスタントで永遠に続く意思であると。まあ、これどう読むかなかなかちょっと読みにくい部分章ではあるんですが、要は何が正義であるかということは連綿としてずっと求め続けろってことなんですね。絶対的なものにたどり着けるかどうか、まあ、多分たどり着けないと思うんだが、多くの人が納得できる、別に各人に各人の権利をどう配分するとそれが正しいと言えるのか、これを求め続けろということをまあ要求しているわけです。で、であるからこそなんでありますが、我々はこの法学を学んでいかないといけないし、まあ、要するには、まあ、日本は、大体130年ぐらい前からやってるんでありますけども、次々とその次の世代というものにバトンを渡して、まあ、いかないといけないわけですね。バトンを渡しつつ、継続的に先人たちがやってることを踏まえつつ、少しずつ我々の方というものをより良くしていく、そういう営みに参画してもらう必要があるし、法学部出身者にはそれが期待されるということになるわけです。さて、でさっきの話でもありましたが、これ出来たてほやほやの、こういう高校生からの法学入門という、中央大学のスタッフが作った本があります。これとですね、もう一冊でありますが、法学入門って我々は中央大学の法学部の学生向けに同じく、法学部スタッフが書いている法学入門があります。この2冊はまあ連動して使うということを考えておりますが、法って何なんだという話をまとめております。
で、皆さんもその法って何なんだっていうと、例えば憲法であり刑法であり、そういう法律の条文を勉強していくと思うかもしれません。しかしこれ読んでみると、まあ、開いてみると分かると思うんですが、そういう構成になってないんですね。で、基本的には言っているように正しいルールって何なんだろうということを考えていこう、まあ、そういう構成になっております。あまりですね、他になかなかこういう本というのはまあないかなと思いますし、それから、法学部の我々、教員スタッフがどういう教育をしたいのかということが、まあ、かなり表現されて、いるかと思います。まあ、ぜひですね、法学部に行きたいという方は、まあ、読まれて、いただければと思います。まあ、法学部で目指しているのは、まあ、どこの大学でもそんな大きく違わないといえば違わないので、まあ、ありますけれども、まあ、ある程度ですね、教員間で、意思統一をしつつ、まあ、真面目に教えていこうと、まあ、最近我々もまあ考えておりまして、まあ、そういう成果がまあ上がったということでもあります。さて、ちょっとお時間オーバーして申し訳ありません。まあ、本来ですとね、90分、この話だいたい普通の授業ですとだいたい2コマ分ぐらいかけて話す話を、圧縮して話しておりますので、かなり駆け足にまあなりましたが、まあ、そのローマ法という世界というものが少し、身近になっていただければ幸いです。では、私の講義はここまでといたします。皆さんがこう勉強をしようとする法学というのは、長い間、まあ、いろんな人たちが、共同で、まあ、その作り上げてきたものなんですね。で、法というととにかくその何かこうルールを押し付けていくというイメージがあるかもしれませんが、そうじゃなくて、そのみんなでその過去の人、そして、まあ、よその国の人、そして将来の人と、みんなの共同作業として正しい法を作っていくというのが、まあ、法学という学問の特徴です。ですから、その法を学ぶ人にはこの視野を広く、そしてですね、その多くのいろんな人の意見 に耳を傾けて、そしてその意見をその取り込んでいく、そういう気持ちを持ってもらいたいなと思っています。